ヨーゼフ・バイヤーは、オーストリア・ハンガリー帝国末期の作曲家、指揮者、ウィーン音楽院で、ヨーゼフ・ヘルメス・ベルガー一世やオットー・デス・ソフ、アントン・ブルックナーに指示。1870年から1898年まで、ウィーン宮廷歌劇場付属管弦楽団のバイオリン奏者を務める。1883年より、宮廷歌劇場の学長を、1885年から、 没年まで、オーストリア宮廷バレエ団の指揮者を務め、音楽界で名を挙げるようになる。この頃に20曲以上の一幕バレエや舞曲に加え、数多くのその他の音楽作品を作り出していた。1885年に初演された、ウィンナワルズ、ウィーン・ワルツァーによって、初めて大成功を収める。この作品は、ヨーゼフ・ランナーや、ヨハン・シュトラウス一世などの旋律を利用して、 18世紀から19世紀の変わり目のドイツの民族部局をもじったものだった。この他、数多くのオペレッタも手掛けた。1913年3月に他界するまで、ウィーン宮廷バレエ団の指揮者としての任務についていた。泣きは、ウィーン中央墓地に埋葬されている。人形の聖ピアノスコアの扉へ、人形の聖、ダイプ・パンフィーは、かつて、 ウィーン宮廷歌劇場のために作曲されたバレエ音楽の中では最大の楽曲であると同時に今日までバイヤーの最も有名な作品である。初演は1888年10月4日に人形ケースの中でインプパンレイデンと題されてバレエ化された。作品は後に主役にちなんで人形の性と解消されて世界的に有名になった。振り付けは 宮廷バレエ団の教師、ヨーゼフ・ハースライターが、舞台美術と衣装は、フランツ・ガウルが担当した。人形の性は、今日でもウィーン国立歌劇場の例年の演目に収まっており、ともあれ800回以上の上演回数によって、国立歌劇場で最も上演される演目の一つになっている。ハイカブリビメ、アッシェン・ブレーデルは、ヨハン・シュトラウス2世が作曲した。 大がかりなバレエ音楽である。しかしながら、ワルツオは1899年6月3日に肺炎のために亡くなったため、このバレエを完成させることができなかった。ただし亡くなるまでに第1幕と第3幕の半分とに楽器配置が済ませてあった。遺作のバレエを完成させる仕事がバイヤーに転がり込んできた。ただし、契約上の規定によって、 ヨハン・シュトラウス二世の音楽のみを用いることとされていた。バイヤーがバレー全曲のピアノスコアを完成させたところで、グスタフ・マーラーがもはやこれはヨハン・シュトラウス二世と関係がないとして上演を拒否してきた。そのため、ハイカブリ・ヒメは1901年5月2日にベルリン王立歌劇場においてドイツ皇帝ビルヘルム二世の午前で初演を迎えることとなった。 ウィーン宮廷歌劇場において初めて上演されたのは、それから7年後の1908年10月4日のことであった。バイヤーは、ヨハン・シュトラウス2世と親しく、1894年には、シュトラウスの指揮活動、作曲活動50周年を記念して、特別に祝賀バレー、ウィーン一周、ランド・ウム・ウィーンを作曲した。この舞踊音楽は、 ウィーン宮廷歌劇場で上演されている。ありがとうございます。